園梅まつりでございますが、会期は本日より3月8日の日曜日まででございます。同日1月11日から熱海桜井戸川桜まつりも開催されておりますので、ぜひ合わせてお楽しみください。さあ、それではお待たせいたしました。これよりミス熱海、ミス大島、ミス椿の女王の皆様をご紹介いたします。それでは皆様にご登場いただきましょう。モグさんの方にやってもらってって言ってくるから、お揃いいただきました。先ほどのご挨拶の中に、熱海大島にはさまざまな花があるというお話を多くいただきました。こちらの皆様も熱海と大島が誇る美しい花々の一つです。それではご紹介させていただきます。第31代ミス熱海梅の女王、杉本若菜でございます。ミス熱海梅娘、小竹ジュリアでございます。ミス熱海梅娘、佐藤美奈でございます。ミス熱海桜娘、伊藤飛鳥でございます。ミス熱海桜娘、本田理香でございます。そして第63代ミス大島、竹中愛香さん。第28代ミス椿の女王、原川智香さん。ではここで漁師町のミスより一言ご挨拶を申し上げます。はじめに熱海市側を代表しまして、梅の女王杉本若菜よりご挨拶申し上げます。皆さんこんにちは。第31代ミス熱海梅の女王の杉本若菜と申します。本日は第76回熱海梅園梅まつりにお越しくださりありがとうございます。先ほどは少し小雨が降っておりましたが、雨が上がり無事オープニングセレモニーを開催することができました。ここ熱海梅園では59品種472本もの梅の花が順次開花していきます。本日より約2ヶ月間さまざまな梅の花をお楽しみいただけます。また同じく本日より糸川遊歩道にて熱海桜まつりも開催されます。早咲きとして有名な熱海桜を鑑賞し、一足早い春の訪れを感じてみてはいかがでしょうか。私たちミス熱海は本日が5名揃って初めてのお披露目となります。上り坂の熱海をこれからもっと盛り上げていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。続いて大島町側を代表していただき、ミス大島竹中愛香さんよりご挨拶いただきます。皆さんこんにちは。伊豆大島から参りました63代ミス大島の竹中愛香と申します。本日はお招きいただきありがとうございます。はじめに第76回梅まつりオープニング誠におめでとうございます。伊豆大島でも椿まつりの季節がやってきました。1月の26日から3月の22日まで第65回椿まつりを開催します。椿一色が大島を彩る
伊豆大島にぜひ遊びに来てください。伊豆大島でお待ちしております。本日はありがとうございました。ありがとうございました。先ほどお伺いしましたら、今日は大島の方が少し暖かいということでした。常春熱海も負けてはいられませんけれども、ぜひ大島町へも皆様足をお運びいただけますようご案内いたします。それではここで八尾市町の観光大使の皆様には一旦ご講談いただきます。どうぞ拍手でお送りください。